ゆうき、ゆうき、お前、ひもてぶさめんなのに、まさきまんと合コン行ったのかゆうき、ゆうき、お前じゃ無理。<laughs> はい、こんにちは、パンダです。えっとで、ね、ゆうきが、ひもてぶさめんなんだけど、まあ、自分でも言ってるからね。ええー、いいと思うんだけどね。あの、まあ、周知の事実であるからね、これは。うん それでね、なんか合コン行ったらしくて、なんかおぼし、うまくいかなきゃって、みたいなこと言ってるんですけど、もう、ひも手ぶさめんなのに、そんなね、うまくいくわけがないだろ。うん、ゆうき、よく考えろ。ゆうき、よく考えろ。ひも手ぶさめんの男性2人がね、合コンなんか行ってうまくいくわけがない。よく考えろよ。って感じで、まあ、ゆうきくんはね、あのー、 なんか、まさきまとコラボしたのに、その動画をね、撮ってないっていうでまさきまんとのコラボ、コラボ動画を撮ってないっていう、そのなり、あの、なんか意味不明なことをやってて、リスナーからで、みんなから、よ、文句言われて、 いや、コラボしたんだったら、動画とか、写真とかないのかよ、みたいな感じで言われてて、炎上、<laughs> 炎上してるらしい。まあ、そりゃそうだよ。なんかコラボとかしたらせっかくだ,だから、動画ぐらい撮れよ。俺は、あの、婚活で行ったところは動画撮ってるからね。あの、いっぱい動画上げてるじゃん。YouTube に。あれ、婚活で行ったところ、 動画に撮ってあげてるから、まあそういう感じで気を利かせないと。リスナーさんの方にも気,気が利くように、うん、気を利かせて、あの、動画とかね、撮っとかないといけません残念でした。ってことで、えっ、ー、と、まあ、あの、ゆうきくんね、ひも手ぶさめなんだけど、まあ頑張ってると。頑張ってもうまくいかない。<laughs> うまくいかない。 だって、ひもてぶさめんだって仕方ないじゃん,、うん。もうね、あの、ノアラさんもらってあげて、ノアラタ、ノアラタじゃないや。ノアラさんをもらってあげてください。ゆうきくんでもゆとりくんでもどっちでもいいです、いいですが、ノアラさんをもらってあげてください。お願いします。はい。ってことで、えっと、まあ、僕の言いたかったのはもうそれぐらいなんだけど、えー、っと、何か質問あれば、質問、ぜひぜひ。 いっぱい質問受けたまってます。えー、DM でも OK です。何でも OK です。質問くださいね。えー、今日はこれで終わりたいと思います。まあ、ゆうきくん絶対うまくいかないよ。うん。陰キャだから、陰キャ。陰キャだからうまくいかない。えー、ということで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。